どうもジョージです。お浜です。はい、ですね、今話題の映画、はい、煙突町のプペル、じゃん、これをね、お浜ちゃんと2人で見てきました。はい、今回はですね、煙突町のプペルの感想をお話ししていこうかなと思います。はい、で、この映画をね、もう全然知らないとか予備知識がないっていう方のために、本当簡単にですね、説明しますと、お笑い芸人の、キングコング西野さんが、原作脚本を手掛けている、もともと絵本ですね、彼が書いている絵本が原作となってる映画です。そしたらじゃあ、あらすじとかは YouTube 上に CM も載ってるので、概要欄にリンク載せていくので、それを見ればさらっとね、あらすじはわかると思います。声優もね、かなり豪華だよね。うん、豪華。この主人公のルビッチ、ルビッチくんは芦田愛菜ちゃん、男の子役なんだよね。うん、めっちゃ良かったよね。うん、めっちゃ良かったね。で、このプペルが久保田正孝、これもちょっと想像つかない声だったよね。うん、彼からはね、うん、あーみたいな声僕プペルみたいなそれは映像を見てね、確かめてもらえたらと思います。でもね、個人的にはね、脇役の、準主役みたいなオリエンタルラジオの藤森さんの演技がすげえなって思った。多彩だよね。うん、はいはいはい。ここからは僕たちの感想をいこうと思うんですけど、はい、まずね、このアニメを僕は西野さんのことを何も知らない子供たちが見たらどうなんだろうっていうことが気になっちゃいました。うん、私も気になった。で、単純にシンプルに面白いと思えるはず。映画の前半の部分がかなりその子供向け、つかみだよね、多分子供たちを分かりやすいストーリー、でアクションあってみたいな映像を、冒険みたいな、そう、うんっていう冒頭部分があったんだけど、全体的なストーリーとしては、ベタな王道ストーリー、かなり分かりやすい、少年が目標を叶えるために立ち向かっていって、悪者を倒して夢を叶える、そういう王道ストーリー、じゃあなんでこんなにみんな話題になって涙するのかって言った時に、大人が涙するっていうね、でこれは完全に西野さんを知っているからだと思います。で、ストーリー全体が、西野さん自体がもう少年漫画のような人生を送ってるなって僕印象があって、ちなみに僕特別大ファンとかそういうことではなくてないんですけど、彼の人生というか、彼の人生を僕が喋るのもあれですけど、知っている限りのサクセスストーリーというか、一つ一つ積み上げてきた人が全てリンクしていて、でまず、例えばディズニーとかジブリ作品の映画は すごい素晴らしいんですけど、単純にあれはストーリーだったり映像が素敵、面白い、魅力的っていうのはあると思うんだけど、監督の顔って見えないじゃないですか。見えててもその人の 人物像とか、そのどういった思いで作ったのかっていうのがわからないからね。そう、じゃあ例えばトトロ、隣のトトロは何を伝えたかったのか、それはいろいろ見てる人たちが感じ取れるとは思うんだけど、もうそれが、西野さんっていうもの自体がどういう気持ちであの映画を作ったか、絵本を描いたかっていうのが全て分かっていて、っていうのがすごく新しいなって僕は思っちゃって、結果的に僕も涙出たんですけど、僕はルビッチとかプペルとか登場人物に感情移入してではなくて、西野さんの成功になんかグッときちゃって、かなわないなっていうか、やっぱすごい、すごいと思う、努力だよね。そこで僕は感動しました。終わった後にホワーンとして、ツイッターでも言ったんですけど、偶然行ったライブでめっちゃいいバンドと出会ってとか、めっちゃ良くて、そういうことか、うわっていう風にそれ食らっちゃった時の帰り道に、今日人生変わったなとか、余韻がすごかったってことね。
思う時がね、僕音楽好きでそういうのが多々あるんですけど、それとすごい似たような感じでした。はい、良かったです。単純に私見終わってもう一度見たいって思った。なんでもう一回見たいかっていうと、見て泣きすぎて あんまり内容が入ってこなかった。なんで泣いたのじゃ。ね、私ね、西野さんのオンラインのサロンメンバーなんですよ、実は。で、だからその彼の思いとかずっと見てたから、なんかそれがこの映画やっと形になって上映されていろんな方が見てんだと思ったらめっちゃ感動しちゃって、また初っ端から泣いてたんですよ。俺たち2人ともさ、うん、原作者の存在を知ってた上で、うん、あ、そうだね、感動してるじゃない。映画自体が、うん、もう言っちゃえばドキュメンタリーみたいな感じで、リアルだったよね、アニメなんだけど、アニメで空想の話なんだけど本人が被るから、うん、リアルだったよね。あとその本人ももちろん、もちろんそれ本人が第一なんだけど、そこまでのストーリーかな。はい、といった具合にね、かなり面白かったね。面白かった。もう一回見たいな。おはまは久しぶりに映画を映画館で見ることができて、映画館がめちゃくちゃ苦手で映画館をちょっと避けてたんですけど、久しぶりに自分から見たいって言って何年ぶりかに行って、無事最後まで見ることができて、それは私にとっては大進歩、まあ、きっかけになったのは良かったよね、うん、じゃあプペルが良、かった。というわけで煙突町のプペルを見てきたっていう、はい、僕たちの感想でした。はい、お子さんがね、いる方はまあもちろんなんですけど、大人の人も大丈夫だよね。もちろん一人で見に来る大人の人も多いらしくって、私が思ったのは、私めちゃくちゃ泣いたから一人で見たいって聞く、一人で見たいかもって思った。なんかやっぱ誰かいると気にしちゃって、 なんだろう我慢しちゃったりとか、これ以上泣いたらなんか顔ぐちゃぐちゃになるなとか思ったから、うん、私の感想です、それは。じゃ、というわけでね、僕たちなりの煙突町のプペルの感想でした。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。